見ててください。前髪は崩れません。パッカーン、アンです。今学校から帰ってきました。何この湿気。ということで、皆さん梅雨に入ったじゃないですか。今年もやってきてしまいましたよ、梅雨が。そこで私たちは思います、思います、髪の毛やばい。でーん、私の前髪はですね、まあ、見てわかる通りめちゃくちゃ癖毛なんですよ、まあ、これはまだいい方。これでもね、私前髪固めてるからね、ケープより強力なやつで。生え際シェーディングしちゃってるからちょっと分かりづらいんだけど、こう端っこがめっちゃうねるの私。こうやばい、やばいでしょ、このやばいんですよ。もっとやばくなっちゃった。ここもほら、こうさ、カクンって浮いてるでしょ。これ癖毛なんですよ、このベコベコ。朝さ、これなんですよ、朝撮ったんですけど写真。綺麗じゃん、めっちゃ。何これということで、まあ、湿気には勝てないって思うじゃないですか。なんですけど、私は梅雨バージョンの前髪っていうのがありまして、それにすると前髪夕方まで崩れないんですね。皆さんに今日はそれを教えちゃいたいと思います。それではレッツゴー。あ、ちなみに後ろの癖も見せておきます。私結んでるともう結び跡が死ぬほどついちゃう人なんですけど、こんな感じです。さあ、ここはさ、結び跡だなってわかるじゃん。中もね、見て、ここ、こんな感じで蝶をね、うねったり。わかんのかな、これ。これ、後ろわかんないんだけど。ここやばいよね、一番。みんな頑張りましょうね。とりあえず、今日はもうしゃーないので、お風呂に入って寝たいと思います。明日の朝の、アンさーん。はーい。アンです。はい、朝ですね。では、髪の毛やっていきたいと思います。私ね、髪の毛が肌に当たってる状態で寝ちゃうと肌がね、結構痒くなっちゃう、荒れちゃうので、弱すぎて肌が。だからこうね、ピンで前髪を止めて寝るんですけど、なんで朝になるとこうなってます。なんでね、ここからのね、期間、前髪奪還。よし、まず今日使うものはドライヤー、ヘアアイロン、オイルとかバームとか、そういう髪の毛に重さを出せるもの、ミゼルステイフォグっていうスプレーです。番外編でエチュードのパンパンヘアシャドウです。はい、やっていくよ。まずはヘアアイロンを温める。普通に時間やばいので、普通に本当に学校だから、水曜日だから、しかもつけます。アイロン140度。癖をつけた時の温度から、遠ければ遠いほどその後外の暑さとかで巻きが取れたりしにくくなるので、その時だけで考えたらそりゃ高い温度で伸ばしたりした方が癖は出にくいんですけど、後のダメージとかを考えるとやっぱあんまり高い温度でやりたくないので、まあ、その間を取って140度で私はやってます。はい、まず前髪の根元を濡らしてきます。濡らしてきました。ね、濡らしてもわかると思うんですけど、濡らしたらさ、普通さ、その癖取れるじゃん。見て、このさ、うねり方ひどくない？見て、このこことかやばくない？ドライヤーを熱いのを上から当てながら、こう根元をガシャガシャガシャってやって癖を取っていきます。今はこの下の癖じゃなくて、こう根元の癖を取ればいいので、根元を中心的にもこうガーって当てて、根元に当てようとした風がたまたま毛先に当たっちゃって毛先が乾くぐらいの勢いでやっていきます。こう上からで、こう引っ張ったりしながら伸ばしていきます。ここからが前髪の勝負です。まずここで髪の毛を巻く前につけるオイルみたいなのがある方はつけてください。私はこちらリファロックオイルをつけたいと思います。このリファのロックオイルは塗ってから髪の毛を巻くと巻きが取れにくくなるよってやつなんですけど、ストレートでも一緒で、ストレートもさ、うねってきちゃうじゃん、だんだんうねりを抑えてくれて、朝アイロンを通した通りに抑えてくれるっていう感じです。でこれを普段は絶対に前髪なんかにつけたらベタベタして絶対嫌なんでやめないんですけど、今日は手に余ったやつを前髪につけていきます。まずこう表面はこう一回溶けて、下の毛につける。下が一番癖が出やすいからね。で次に上の毛の毛先の方につけて、
最後にこう根元をパッパッパッてこう本当にこう押さえるぐらいベッタベタになっちゃうから。でヘアケア剤には髪の毛に水分を与える系と髪の毛の水分を保湿する系っていう、顔で例えると化粧水乳液みたいな大きく分けて2種類あるんですけど、その保湿をより重視した感じのヘアケアを夜するとより効果的です。例えばヘアミルクだったら水分を入れる系なんだけど、ヘアオイルだったら保湿系です。はい、で前髪はスライスして3か4段ぐらいに分けてヘアアイロンしていきます。やっぱそうすると根元から当てられるから伸び方が違うんですよね。今日前髪全然癖ないな、調子いいなって日でもそれは罠で、外に出たら絶対にうねってくるので伸ばします。ちゃんと根元からね。ごめん、ちょっとこっちに鏡があるからちょっとこっち見る。根元からで、根元から当てるときにこう根元からガシって掴んで出ちゃうとここにねガグンって跡がついちゃうので、根元は下だけ当てるイメージでこう下だけつけてて、その後こうだんだんスライドしていくにつれて上も閉じていくっていう感じでやっていきます。熱っ。部屋でヘアアイロンすることなんてないから、部屋でヘアアイロン。さっきヘアオイルをつけたおかげもあってこんな感じでまとまりやすくなってます。ただ髪の毛を巻く前につける用のオイルでも、髪にオイルをつけてからアイロンとかを通すのは良くないっていう風に言ってる人もいて、ダメージ的な問題でね。だからまあそのどっちを取るかっていうのはちょっとみんなにお任せします。でも前髪ってすぐ生え変わっちゃうし、そんなにダメージ気にしてる暇ないよね。前髪は命じゃん。だって未来の命のためにその日の命を捨てれないって。でこの触覚とかもね、意外とこの辺うねってんのでちゃんと伸ばしておきます。はい、もうこれでいけるじゃんとか思ってこれで調子に乗って外出たらうねるので、シースルーはあんまやめた方がいいです。下から手に残ってるオイルを塗ってあげてから2段目。下に引っ張るようにやっていきます。ここでこう上に引っ張るようにアイロンしちゃうと、なんか上に向かった癖がついちゃってそれもふわーんっていう癖になっちゃうので、下に向かってとにかく押さえる感じでやる。ふわふわ具合は後で調節します。で一番上の段、はい、触覚も何回かに分けて伸ばしておきます。伸びました。フェイ。次に後ろ髪やっていきます。後ろも2段か3段に分けて、2段かな、めんどくさいしね、もう時間やばい。何もうこういう感じで耳の上くらいで、まあ人によって髪の毛がどこに多く生えてるかとかは分かんないから、2分の1くらいのところで分けて、こう上でねぐちゃぐちゃってやってピンで止めます。これ大きいピン1個持っとくとめっちゃ便利だよ。OK、下を伸ばす前に先に下に、さっきね表面にファッファって塗ったんでは下にはオイルついてなかったと思うので、こう下にもこれ、ね、ちゃんとオイルを塗っておく。はい、これで伸ばしていきます。下の髪も縮毛矯正かけてるけど、ここがね多分取れてるところだと思うんで、これ、ね、癖が出ちゃってるの、こういうとこもちゃんと伸ばしていきます。感じ、根元から伸ばすことが大事。やっぱ何事も根本から解決しないととか言うじゃないですか、ね、根元がダメだったら全部ダメだから、ね、マジ時間ないっていう感じで後ろの方とかもしっかり。何見てください、髪の毛重たそうじゃんこれ。ほら、この重たさがめっちゃ大事。しかも重たそうじゃんとか言ってるけど、至近距離で見てもそこまでね違和感ないんですよ。この重たさはお風呂入ってないみたいにベタベタしちゃうようになるっていう、清潔感がオイルによってなくなるっていうのが私一番避けたいんだけど、そうはねなんないの。なんか逆にオイル塗らない方がふわふわってなってセットしてないとかに見えちゃうから、これくらいがちょうどいい。でしかもこう上と下分けたけど、下の段って外から見た時にほぼ見えないから、そう下の段のボリュームダウンをこうやってオイルとかで徹底的にして、上は表面の質感重視でやるっていう風にやると全体的なボリュームは下がるのに、表面はそうオイリー感がないのでおすすめです。だけど私は上もちゃんとオイルを塗ってからやっていくよ。
髪の毛巻く前用のオイルとか持ってない子もいると思うので、そういう子はもうとにかく伸ばした後に髪の毛の重さを出せるものを塗る、クリームとか。でもクリームよりもオイルとか保湿の側面が高いやつがいい。ベビーオイルとかでもいいかも。あ、めっちゃ練ってる、ほら見て、これよくない？オイルつけよう。でしっかりと伸ばしていきます。今日はもうで、こうオイルなんですけど、こう表面にね塗ってもいいんだけど、こうね、上いかにも頭皮みたいな場所にこうオイルを結構多めに塗っちゃうと、頭皮に近いところがベタベタしてるとお風呂入ってないように見えちゃうんですね。でどうしてもね、このアホ毛がね気になるよって方もいると思うんですけど、アホ毛は後でまた別で抑えるから大丈夫です。クリームだったりとかケープみたいな髪の毛固める系でほんのちょっとだけつけてね、フェッて抑えるのが一番いいです。あとまとめ液とか一番いいかも。私がメイクさんにメイクしてもらうときはいつもまとめ液のピンクをめちゃくちゃ塗りたくられますアホ毛多いんだね。まとめ液って青がキープ力星5、ピンクがキープ力星3みたいな感じなんだけど、ピンクの方がメイクさんに人気なんだよね。なんでなんだろう。本当に時間やばい、ちょっと待って、やばい。はい、伸ばせました、さらーん、こういう感じ。はい、したら前髪を巻いていきます。これさっきの伸ばしただけなんで、こっから巻いていく。極端に薄いところが出ちゃうとうねりが目立つようになっちゃうので、全体的に薄くなりすぎる場所がないようにして、でやっていきます。前髪はもういつもの巻き方なんだけど、だけど髪の毛を固まるヘアスプレーがこの後前髪に振りかかるんですけど、それを考えて、ヘアスプレーって髪の毛と髪の毛同士をくっつけることで形を固定するっていうものなので、それを考えるとサッっていうストレートよりも毛先だけはキュッてまとまってた方が、ケープをつけた時に固まりやすい。あとこの方がここに髪の毛が集結するから重さも出るんですよね。ふわってしづらくなるので毛先に重さを出す。あー、前髪切りたい。最近さ、前髪セットするたびにさ、前髪切りたくなるんだよね。増やしたくなる。私は今日はストレートだから触覚は特に巻かないんだけど、ちょっとは形を整えておきます。もう今決めた髪の位置でもう固まっちゃうので、一日の前髪が決まるので、ここは慎重に整えていきます。私だけなのかみんなもなのか分かんないんだけど、これね、外側のここってうねりやすいから濃いめにしておく。これ切りたい、これ切りたいそれで私は今日この前髪の位置で行くのよと思ったら、これをやっていきます。でね、なんでケープを使わないの、ケープの方が安いじゃんって思うと思うんですけど、ケープってお風呂で流しやすいんですね。その代わりに湿気とか汗とかに弱くって、おでことかに染みてきておでこがめっちゃベタベタしてくるのね。でそれで私は結構肌が荒れちゃうので、肌が強いよって方とか、汗あんまかかないよっていう方はいいと思うんですけど、そうじゃない、もう汗めっちゃかけます私みたいな方はこういうのを使ってください。あ、であと言い忘れてたんですけど、待って、めっちゃこれ大事。ケープをする前に眉毛のこの生え際のここ部分にこうやってオイルブロック系のパウダーをちゃんと塗ってあげてください。そうするだけで崩れ方が全然違くって、汗をかいた時とかのおでこの湿気の感じが全然変わってくるので、オイル結構つけても朝の状態がキープされてくれるのでおすすめです。ちょっとでも均一じゃない、こういうのめっちゃ気になっちゃうんだよね。でもこういう毛の方が固めやすい。はい、固めていきます。まずは遠くからかける。噴射した時の勢いで前髪が飛ばされちゃうので、遠くからかけます。まず少し固める。これね、少しこれ丸く全体にかけて、少し固まりました。そしたら少しの風ぐらいじゃ飛ばなくなった。そしたら少し近くで真ん中あたりを固めていく。そしたらこの根元を毛先、ね、こうやってやると顔にかかんないのでいいです。多少は顔にかかっちゃうのは仕方ないんだけど、目に入れると、これさ、さっきも言った通り水に強いので、特にコンタクトしてる子とかは一日中ベタベタしちゃうの、表面が嫌じゃん。だから目には絶対入れないでください。はい、固まった。これをさらに、はい、 OK、 固まりました、整いました。最後の仕上げです。最後この辺、やっぱここら辺ってうねってくるんですよ、こういう。でなんでそのうねりが見えるかっていうと、うねってる背景が髪の毛じゃなくて、こう地肌になることでね、色が違うからうねりが分かりやすくてすごい汚く見えちゃうんですよ。なんでその色を変えていきます。はい、こうポンポンシャドウ、これはこういうねハゲを隠せるパウダーなんですけど、こういうのをこうやって黒くしとく。
黒くしとくとうねっても見えづらくなるので生え際はこれをやっとくといいです。でこれも髪の毛の上から塗っちゃうとちょっと白くなったりするから気をつけてください。あー塗りすぎた、もう時間ないっす。でこれ本当は髪の毛固める前にやった方がいいんだけど忘れてた。上の毛を整えて固めてないやつね、いい感じになじませたら完成です。よし、髪の毛を巻く前につける用のオイルを持ってないよっていう子は髪の毛をこれから固めるよってその微調整をするよっていうタイミングでオイルを全体に塗ってください。オイルとかバームとか、前髪はバームがおすすめかな。そういう時はこう毛先につけるのとあと上にトントントンってさっきと同じ感じでつけてください。じゃあ着替えてきますね。皆さんやっぱ梅雨は大変だと思うし、特に私と同じくせ毛の方たち大変ですよね。私はこんな風に梅雨を乗り切ってるよっていう豆知識みたいなとかいろいろあったらぜひコメント欄とかで教えてくれたら嬉しいです。この動画が少しでも参考になったよ、面白かったよ、いいよと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。ではアーネさん、バイバーイ。ちなみに見ててください。前髪は崩れません。髪の毛も大丈夫。では学校が終わった後のあんちゃんを呼んでみましょう。どうなってるかな。はい、帰ってきました。皆さん見てください、この綺麗さ。もうちゃんともう表面なんもないし、まあこんなほげはあるんですけど、ほんでサラッてすんの、ほらグッグッてなんない。しかも前髪も見ての通り中まで綺麗で崩れません。